犬坊崎灯台。犬坊崎灯台は、千葉県銚子市の東突端に位置する犬坊崎に立つ灯台である。日本に5つしかない最大の第1等レンズを使用した第1等灯,灯台である。電球は400ワットのメタルハライド電球を使用し、110万カンデラの光を放つ。明かり投降、地上から遠いただきまでの高さ31.3メートルで、 レンガ製の建造物としては、シリアザキ灯台に次ぐ、日本第2位の高さである。設計、思考監督者はイギリスから招いた、灯台技師、リチャード・ヘンリー・ブラントンである。建設当初より、白色統計、円形のレンガ造り灯台であるが、このレンガは、内務省の土木技師、中沢高正によって生産が試みられた初の、日本製、新張県、香取郡高岡村、 現在の千葉県成田市高岡であり、およそ19万3千枚が、東大本体のほか、付属施設にも使用されている。ブラントンは当初、日本製レンガの使用に反対したと言われ、その強度に不安を感じたためか、それまでの東大の構造とは違って二重構造になっているが、140年以上の風雪に破損されることもなく、大影響に至っている。東大の春光間近。 巨大なレンズを見た地元漁民は驚き恐れ、東大整理、太陽島を展示会場をテラシラスに至りれば、税がため沿岸の漁族の生息を絶知、漁民派と国大なる悲運に遭遇すべし、東海が民すぎて魚が取れなくなると、東大建設の即時中止の西岸運動を展開したが、東大発天倒の翌年にカツオが稀に見る豊漁となり、 旧であるるばばかりか、かり東大様のおかげとと喜ばれる結果となった。日本を代表する東大の一つで、歴史的文化財的価値が高く、国の登録有形文化財に登録され、海上保安庁により A ランク保存灯台ともなっており、世界東大100選、日本の東大50選にも選ばれている。周辺は、水京筑波国定公園の一部であり、太平洋を望む。 景勝地として多くの観光客が訪れている。太平洋に半島が突出し、利根川の河口を利用した港が作られた調子は、古くから交通の要所、魚介類の水揚げ場、醤油の生産地として栄え、多くの船舶が入出港していたが、犬棒崎付近に岩礁、暗礁が多く、海流が複雑で、鳴門海峡、 イラゴミサキ沖と共に、海の三大難所として、多くの人命が失われた場所でもあった。1868年10月6日、慶応4年8月21日には、幕府の軍艦、三河穂丸が暴風雨に遭い、黒星、黒灰沖の岩礁に乗り上げて、座礁沈没、乗組員13名が死亡するという事故も起きていた。このような状況の中、長子校の改修と、 洋式灯台の設置が求められ、明治時代初期に江戸条約によって建設された発起、及び大阪条約によって建設された五期の洋式灯台に続く重要な灯台として建設、決まった。1872年10月4日、明治5年9月2日、着工。1874年、明治7年11月15日、春光始発点灯。 1978年、明治11年1月1日、気象観測業務開始。1907年、明治40年10月1日、船舶通過新取扱業務開始。1910年、明治43年4月1日、霧信号所無敵車竣工。無敵号業務開始。1923年、大正12年5月27日、 これまでの石油灯から電気灯下に変更。1929年昭和4年3月25日、明かり室変更。効力増大。1932年昭和7年12月15日、無線方位信号諸行無開始。1945年昭和20年8月10日、7機の米軍戦闘機による攻撃を受け破損。技術員1名殉職。 1951年、昭和26年3月31日、戦災復旧工事完了。初点灯より使用していた初代レンズ、不正一等八面線光レンズ退役。1953年、昭和28年8月1日、航路標識事務所設置。1956年、昭和31年10月15日、効力増大。 200万カンデラ。1962年、昭和37年9月1日、レマークビーコン業務開始。1973年、昭和48年2月12日、明里島を鉄筋にて補強工事実施観光。1987年、昭和62年12月10日、明里島を PEC 広報で耐震補強工事実施観光。 2002年、平成14年3月20日、東大資料展示館開館。明治村、愛知県にいて保存されていた初代レンズが戻る。2008年、平成20年3月31日、犬坊崎り信号所無敵車にての無敵水明が100年の歴史にピリオドを打ち配し、最後の無敵を鳴らすお別れ式典虚構。2010年、 平成22年4月28日、東大が国の登録有形文化財に登録。官方告示は同年5月20日。2012年、平成24年12月19日、旧犬棒崎斬信号書無敵者が国の登録有形文化財に登録。2016年、平成28年9月30日、東大放送。 船舶気象通報及び灯台に併設する犬棒崎ディファレンシャル GPS 局の気象通報が廃止。本灯台は一般公開されている三冠灯台で展望台のほか、資料展示館がある。レンズ室横に設置されている展望台まで登ることができる。展望台へ続く螺旋階段の段数は九十九里浜にちなんで九十九段となっている。 展望台からは、太平洋や沖行く船を一望のもとにできる。2002年3月20日に開館。犬坊崎灯台の歴史、機能、役割などが学べ、沖ノ島灯台で使われた、国産第一号の一等レンズや、無敵車、犬坊崎灯台の初代レンズ、フレネル式台一等八面線光レンズ、シリア先灯台で使われた、霧章など、 貴重な資料が多数展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。